遥の星は、日本のウェブ小説作品。サンライズ公式小説サイト、矢立文庫で2016年9月30日から2017年3月28日まで、連載した。著者久家明、イラスト奥野祐介。皆藤ふじか常に、心の突っ込みを入れる癖がある。二宮愛遥の友達、立花のリカ子遥の友達が根持ちのお嬢様皆藤。 奈子春香と渡るの母である夫の死後は、皆藤家の大黒柱である。皆藤渡る春の弟である。二王明城高校に通う高校一年生。学校に通う道がちょうど良い運動になり、結果として体が鍛えられ、バスケ部でルーキーながら、 レギュラーを獲得し活躍している黒いスーツの銀縁メガネの男物腰が柔らかくインドアタイプでありながらも髪型はオールバック黒いスーツの体格のいい男銀縁メガネの男に同行していた運転手の男であるマッチョと言えるぐらいの体格がいい画目な男三岡聖太郎株式会社先東日本鉄道事業団の取締役社長である 黒いスーツのサラリーマン、るかの目の前で封筒を落とした落とし主。アムロレイ人気アイドルグループ、ニュータイプスのメンバー。四季島大輝るかのクラスメート。氷部香はるかのクラスメート。小板橋学校の友達知世おばあちゃんだかしやを、営んでいたおばあちゃん茂区に先生るかのクラスの担任。柏木掃除コンピューター兼の副部長。女子たちからは、柏木青年と呼ばれる。 佐々木瑛太パソコン部部長、堀口コンピューター部の部員、愛と同じファーストフード店バイトをしている。菊池コンピューター部の部員、草加コンピューター部の部員、菊池コンピューター部の部員、源パソコン部の部員、唯一の一年生三越渡るのバスケ部の首相報道関係者渡るを引いた事故の関係者、映画関係者、 アムロレイの映画の関係者受付のお姉さん製法大宮病院の受付のお姉さんである。手術を担当した先生、渡るの手術の担当医警察官大宮警察署の警察官遥かの母の事故を担当した二宮証拠愛の母親。ありがとうございます。